この動画にはこれらの成分が含まれております。それでもよろしい方のみ、ご視聴ください。おまた、ゆっくり霊夢だよ。突然だけど、今回から新キャラとしてあの人を呼んでるんだよね。では、出てきてもらいましょう。チョリッス、ゆっくりマリサだぜ。うん、ありきたりだよね。つまんねえな。おま。まあ今回からこの二人で実況やっていくよ。で、後ろに見えている機体はなんだ？おお、よくぞ聞いてくれました。この子は死星雷電、PR3 体の OP機 とも呼べるね。で、基本スペックだけど。最高速度 700km/h。適正高度 5500m。旋回時間 17.7 秒。上昇速度 29.2m/h。機種に 7.7 ミリ機銃2門。翼内に20ミリ機関砲2門。と、こんな感じだね。これは、なかなかの高スペックだな。そうなんだよね。この上昇速度と、十分な武装、そして、機関砲は200発と、かなりの充実ぶりだね。とりあえず、飛んでみようか。エンジン始動。結構な勢いで加速するな。この座席に押し付けられる感覚、いいね、最高だよ。さあ、そろそろですぞ。発進。とりあえず、破壊されるためだけに用意された車両を突破無人にしに行きます。言ってることが怖すぎるぜ。ちなみにフル回収すると爆走もできて、60キロ爆弾2つを使えるよ。こんな感じで旋回はもったりしてるんだよね。でもエネルギー保持性はとてもいいから、上昇旋回を織り交ぜて戦えば、相手にもよるんだけど、旋回戦もこなせるんだよね。まあ極力避けるべきだね。ちなみに横転速度も高く、敵から逃げるとき、一撃離脱時などに有効だよ。お、見えてきたな。さあ、行くぞい。あーわはわは、60キロ爆弾を食らえ。ひどいものを見たぜ。で、上昇速度についてなんだけど、角度30度でも難なく登ります。エネルギー変換効率もいいな。じゃ、高度上げるまでカットね。さあ、次はダイブ性能について。高度約 2000m から垂直落下するよ。う、すごい勢いだぜ。500キロ。600。700。結果760キロか。すごい G だぜ。でしょう。でもこんなのがいたらこいつの独断場になるんじゃないのか。はは、マリサ君、日本機全般に言えるデメリットがあるじゃろう。まさか。はい、残念、例に漏れずこの子もオイル塗りたくってるかのごとく燃えるよ。字幕間違ってるがな。というか、メッサーやスピットなどの強敵がまだまだいるし、こいつの独断場と言い切れないのが悲しい。まあでも、そこは議論でカバーだぜ。せっかくの高性能機体なんだから頑張ってくれよな。マリサ、私まだランク16なんだけど。そんなこと知らん。ひでえ。おい、侵入速度速すぎないか。大丈夫大丈夫、ここは惑星坊さんだ。200キロ超えでもいけるよ。着地。今回はこの機体に乗っていきます。では、早速戦場へ。始まったな。まあ、とりあえず 5000m まで上昇して、狙えるとこから狙っていこうね。え、5000m? うん、せやで。お前、防寒具とか持ってんの？はあ、そんなもん管理してないけど。そのうち凍え死ぬぞ。ああ、それなら大丈夫。私には修造さんの化身がついてるから。え、何それ怖い。と、そんな茶番は置いといて、あっという間に 4000m 到着です。さすがライデン、他国に引けを取らないな。しかし防弾性は皆無。悲しい。おい、そんなこと言ってる間に解析するぞ。はいはい、慌てない慌てない。とりあえずがっつり上昇してるから大丈夫っしょ。今までそれで何度落とされたことか。あ、もう、うるさいわね。はい先生、B63 や P38 が登ってきているんですが。そこは私のスーパーテクニックで。さっきのランク16とはどこへ？マリさん、ランクが低くても上手い人は上手いものなのよ。ただし自分が上手いとは言っていない。ああ、そんなことよりお仕事よ。下方から約9と P38 接近、2機相手はきつくないか。
とりあえずプ38にダメージを与えた後バレルロールで緊急回避ということで。さあ、行くぜ。いやー、全力で回避。あ、そうそう、今のでわかったと思うが、この子はエンジン系統が戻るから昇降系団でも行ってしまうこともザラだぜ。そんなことよりまた役立ってんだよね。ほら、来た。売り上げするなら周りに注意しないとまずいので。わかってるわかってる。よし、ブ38も離れていってるので、お礼なし。ストール参戦もどき。我々が主導権を握った。この位置取りだと先にライデンがやってくれそうだな。味方がやってくれたな。くっ、せっかくの見どころを潰し上がってからに。人はこれを気にしているんだよ。おいおいおい、なに、なになの、何様なの、ムーブなのに何しちゃってんの。そこはチャットで、お見事、都会で解くとこだよね。うわぁ、ないわぁ、霊夢さんそれはないわ。しょうがないでしょう、このくらいしか見どころ作れないのよ。納得。しょぼーん。まあそんな話も置いといて、真下のスピットを狙ってるわけだが。ああ、これダメなやつですわ、硬化してきちゃってる。お、D25 だな。この機体だとエンジン各スピットを撃ち抜かれていってしまいそうで怖い。だが、野放しにしてはおけないんだよな。とりあえず突き上げてきそうな敵はなし。まあ必然的に D25 しかやれる敵がいないわけで。無難な突き上げを仕掛けますか。うお、撃ってくるか。よし、覚悟。体の極み、ああ、燃えた燃えた、解散解散。抜け足が早すぎてきた。お前 P36 に上取られてんじゃん。ああ、やべえ、D25 向きを取られて全く気づかなかった。で、あれ消化してる。やっちまいましたね、霊夢さん。で、どうするんだ。で、P36 はさっきのライデンがやってくれたっぽい。同じ機体に乗ってるのにこっちは立派すぎてろという。攻撃よ攻撃。何か狙いそうな敵は。なんもねえ。というわけでカット。あの P26 狙えるかな。弱い者いじめ、ダメ、絶対。天井に情けはない、覚悟。次の攻撃に備えるんだぜ。と、結構な勢いで湧いてきてるわね。む、一時の方向にでき。とりあえず行動過程で様子にするのぜ。が登ってきてるな。そう思ったけど P63 が使え。振り上げてやる。諦めたようだな。むう、他にも敵接近。振り上げ地味に上昇。ふく、そんなとこから撃っても当たらんのだよ。さあ、反転。これで決める。このまま、このまま、D26へ通る。撃墜、バトルストライク獲得。ロンダーンも来ないので上昇リバース。その間にリロード行くぜ。さて、今警戒すべきはあの P38 ぐらいだな。で、うわ、P63 いつの間に。着席不足だな。とりあえず降下速度で逃げる。まずいな、距離が縮まってきてる。勝負じゃあ。うお、回避、回避。そのまま後ろにつけるか。で、新たに P38 接近。ほらー、
ターンを舐めるなよ。ここでまたオスピックを投入。ここは連携して倒したいところ。お、ウィッカル。あとは味方に任せんとして。で、新たに P51 全力で回避するので、そのまま上昇旋回。あの P51 は無理そうだな。じゃあ後ろの P63 か。うん、骨が折れる。ここで味方が脱走が登場。味方の支援感キャプル。とりあえず早く落としてもらわないと厳しい。で、今回避運動を取ったな。だが新たにゲッツ多数接近。とりあえず冷戦。さっきの P38 は撃破。うおー、勝負じゃー。ここは立って内戦。あー、囲まれた。今できることは、最後まで生きることだな。さすがのこの量は厳しい。最後に1つくらい落としたい。うわー、成し遂げたぜ。さあ、あとやることは分かっております。逃げるんだよー。ディフェンスを強化せよ。今こそライデンのローム性能を発揮するとき。そして今まで培ってきたクリートップレベルを使うとき。さあ、私の宣伝された動きについてくれるかな。私の敗北だな。はあ、ここまで戻るのにすげえ時間かかった。ご苦労なのぜ。ご苦労ってどっちが目上なのよ。まあそんなことより夕日が綺麗だな。ライデンと夕日、美しい。なあ、今回の戦闘はどうだったんだ。まだまだ修行が必要かなと。とりあえず周囲の索敵不足と、クソエイムで落とせなかった敵も多かったような。まあもう少し逃げ方についても勉強した方が良さそうだな。次回までには直したいクソエイム。まあ、実戦で身につけるものだからな。直したいなら出撃しまくるしかないな。あいあいさ。誰か、何か見えるか。いや、すべてクリア。どうぞ。後ろの兵士の会話が際る。精神界レッツゴー。あー、夕日が綺麗だな。もうそろそろ着陸ね。進路よし、そのままそのまま。あらかじめエンジンは切っとくか。50m。 40。 着地。おい、すごいバウンドしてるぞ。今度こそ着地。じゃあ適当な場所に置いとけば整備してくれるから、夕飯行こうぜ。もちろん。おごらねえよ。しょぼーん。ではご視聴ありがとうございました。次回もゆっくりしていってくれよな。